皆さんこんにちは、みねこです。はい、今回はですね、前の動画で、やりました、おすすめのラノベ紹介の、続きということで、今回は、漫画を紹介していきたいと思います。ラノベと、同じで、漫画もね結構おすすめしたいものがいっぱいあるので、早速ね紹介していきたいと思います。で長くなってしまうと思うんですけど、最後までお付き合いいただけたらすごく嬉しいです。それでは早速やっていきたいと思います。では最初はこちらです。はい、こちらですね。ニセ恋ということで、こちらは今ジャンプコミックで今連載中でございます。1巻から今23巻までかな、今発売されています。でこれはですね、文字通りニセ恋ということなので、偽物の恋なのかなというふうにわかると思うんですけど、この3人が主にヒロインっていうか、お話の、主な主人公でございます。この男の子一条楽くんがですね、この子がヤクザのなんだろう、坊ちゃんみたいな、そんな感じですね。そんな感じなんですけど、でこの子も同じなんです。ギャングの娘なんですね。でこの2人が、親同士がその戦争してしまう、それを避けるためにこの2人が付き合えば、その戦争がねなくなるということで、偽物の恋ということは、フェイクとして嘘で付き合って戦争をなくそうみたいな、そんな感じですね。なんですけど本当の恋じゃなくて偽物の恋なのに、そういう風にやっぱり本物の恋人だぜみたいな、そんな感じで演じなきゃいけないということで、この一条楽くんはですね、この小野寺小咲ちゃんという子を好きなんですよ。なのでやっぱ偽物の恋って言えないじゃないですか。なんでそこら辺をどうにかしたいっていう風な感じで、この男の子のね、あと女の子が、この2人以外にいっぱい出てくるので、そこら辺ね、恋の行方を注目できる話です。でもっとね、物語を読んでいくともっと秘密がいっぱいあるお話となっていくので、ぜひ読んでみてください。はい、こんな感じです。でこのスピンオフっていう感じなんですけど、これがこちらです。マジカルパティシエ小咲ちゃんという漫画なんですけど、このニセ恋で出てくるこの小野寺小咲ちゃん、この子ですね。この子がですね、ニセ恋の中では一番人気なキャラクターという風になっているので、この小野寺小咲ちゃんがメインとなった、漫画でございますね。こちらは魔法少女になるって感じで、魔法少女のね洋服着てるんですけど、これは本当にスピンオフで、小咲ファン、小野寺小咲ちゃんファンにはたまらない一冊となっているので、もしよかったらこちらもね一緒にチェックしてみてください。はい、以上です。では次、こちらです。はい、マギという、サンデーで、今連載されている、コミックでございます。こちらはですね、マギっていう、最初は何だろう、ダンジョンものなんですよ。これも冒険してってお宝も集めながら、いろんな仲間ともいろいろなことがあって、どんどん絆を深めていくっていう風な、そんな物語でございます。それも含めてこのマギっていうのはですね、本当に神様的な存在でございまして、もう魔法とかいろいろな、術が使えるところで、選ばれし者たちがいたり、それ以外の人たちがいたりですね、そういう風に魔法使いがいたり、いろんな人がいるんですけど、その人たちはその人たちに人たちなりにすごい大変なことがあるんだよとか、そういうのをね気づかせてくれる、漫画でございます。これはですね、本当に読んだら本当にハマってしまう漫画ですね。これを読んでいると、登場人物が非常に多いので、ちょっと最初は覚えるのとか、あとこれ誰だっけとか、ちょっとこのグループ組織ってなんだっけみたいな、そんな感じになってしまうんですけど、ちゃんと落ち着いてね読めば本当に面白くて奥が深い物語となっているので、ぜひ皆さん読んでみてください。本当にこれはドハマりしている漫画です。これ1巻から29巻まで今発売されています。では次はこちらです。恋染めもみじ、これもジャンプコミックスで、連載されていました。今は、してなくて、だいぶ前に連載されていた漫画なんで、コミックなんですけど、こちらはもう恋愛ですね。これはラブコメですごいいい話でジャンプで読んですごいハマってしまってコミックも買ってしまいました。これはね、本当にこの主人公の子が可愛いんですよ。本当に篠宮さなちゃんって言うんですけど、この子が本当に自分は好きでですね、いや、この女の子の可愛さに惹かれました。本当にストーリーも王道って感じですごい良かったです。で、この女の子はアイドルなんですよ。アイドルじゃないな、有名人なんですね。なので、有名人との恋がどういう風になっていくのかっていう風な、そこら辺も、注目できて、すごいね、ドキドキできる、コミックとなっていますので、ぜひ買ってみてください。こんな感じです。はい、じゃあ次。次はこちらです。とある魔術のインデックス。こちらは、まあ、だいぶ前かな。とあるシリーズ、アニメ好きなら、まあ、知ってる人がすごい多いんじゃないかなっていう風な、思える、一冊となっております。まあ、こちらはですね、魔術の、物語でして、本当にインデックスっていう風に言って、禁書目録っていう風な、書いてあるんですけど、この女の子、インデックスって言います。インデックスっていう子、この子の脳には、何だったっけな、何冊何千何万冊みたいな、そういう感じの、魔導書が、頭の中にコピーされていてですね、まあ、それを、その記憶じゃね、その魔導書を巡って、まあ、戦っていくみたいな、そんな感じになってるんですけど、まあ、これは本当に魔術なので、まあ、なんだろう、こういう戦い物とか魔術とか、魔法とかすごい好きな人にはちょっとたまらないんじゃないかなみたいに思いますね。これは本当に一回読んでしまったりアニメを見てしまうと本当にハマる作品なので、本当に読んで損はないと思います。なので皆さん是非読んでみてください。すごい面白いです。では次はこちらです。はい、食撃の相馬、これもジャンプコミックスで、連載されているコミックです。で、これはですね、まあ、見ての通り、ここに料理があるんですけど、まあ、こちらの料理っていうことで、まあ、グルメ漫画だなっていうふうに思っていただけると思うんですけど、これはですね、漫画もアニメもどっちも、料理の絵の描き方がすごい上手で、上手っていうかすごい美味しそうに見えるんですね。もうこれを見てるだけで本当にお腹が空いてくるような、そんなデザインとなっているので、いやー、漫画で絵がうまいっていう風になるのはやっぱり料理とかそういう絵だと思うんですよ。一番料理が分かりやすいと思ってるんですね、自分で勝手に。例えばご飯、白米の描き方だったら一粒一粒、繊細に描かれていて、まあそれをいかに本物っぽく見せるかっていうのが本当になんだろう、その特徴の出し方っていうのかな、そんな感じなので、本当に食撃の相馬はこれを見て料理を勉強することもできるし、あと、これを見てるだけで、すごいお腹がすくとか、あとはですね、まあ、努力していって、まあ、仲間と一緒に団結して協力すれば、まあ、いろんなことが成し遂げるっていう風な、そんな、ことを学ばせてくれる、漫画なので、ぜひ読んでみてください。登場人物も結構多くて、すごいいいです。で、これはアニメの2期が、何年だ、今度の、夏アニメから、放送されるので、ぜひ見てみてください。はい。では次。こちらでございます。とある科学のインデックス。さっき紹介した、とある魔術の、インデックスですね。インデックスとこれがレールガンということで、何が違うのかなと思うと、まあ、ここに科学と魔術って書いてあるんです。これが、大きな違いで、こっちは科学サイド、こっちは魔術サイドという風になっております。で、まあ、ここの中に出て、こっちが元の作品で、これの後に、これが、まあ、連載されて、で、ここの中に出てくる登場人物も、出てきます。で、この科学サイドの方では、この2人の、美坂美琴ちゃんと、白井黒子ちゃんが、主人公となってきます。まあ、これは科学ということで、超能力ですね。まあ、レールガンっていう風に、超電磁砲って書いてあるんですけど、なんだっけ。うわー、忘れちゃったな。エレクトルマスターじゃなくてなんだっけ。あー、すいません。ちょっと思い出せないんですけど、あとはテレポートだったりとか、あといろんなのが出てくるんです。あとは、ちょっと待って、こういう時に言うって思い出せないな。まあいろんなのが出てくるんですよ。やばい、思い出せない全く。まあそういう感じで、出てきますので、超能力とかね、好きな人には本当たまらないですよ、これは。これもね、ハマりました。本当にど真ん中だったので、自分のハマる要素。なので、すごいよくいいですよ。はい、こんな感じです。何だったっけな、本当にこういう時に限って、普段はそういう風に名前出てくるんですけど、本当にこういう時に限って出てこないんですよね。エアロハンドとかありました。それあったり、あと何だったっけな、本当思い出せない。すいません。ちょっとすいません。では次。魔法科高校の劣等生ということで、これは、これもですね、魔法の、物語になってきます。魔法学校で、まあ、学園ものなのかなってことで分かって、まあ、劣等生ということで、まあ、劣等生が主人公となる物語なのかなっていうふうに分かっていただけると思うんですけど、まあ、この2人が、主に主人公となってきます。で、この2人は実は兄弟でして、まあ、これは主に売りなのが兄弟愛ということで、この2人がラブラブなシーンが見れますよということで、そんな感じになっております。まあ、これはテレビアニメ化がしていて、ラノベと、漫画どちらも、今、発売されています。で、これはですね、出てくる武器、技名、あとは本当に戦いのシーンがすごいかっこいいんですよ。だから自分は本当に戦いのシーンに惹かれて本当に好きになりましたね。なので、すごいおすすめでございます。魔法とか好きな人、まあ、とあるシリーズもそうなんですけど、やっぱ魔法ものは、やっぱすごいなって思いましたね。はい、こんな感じです。では次。こちらでございます。結城ユナは勇者である。こちらですね。で、まあ、他にこれがあるんですけど、鷲尾澄は勇者であるというふうに、こんなふうにいろいろなシリーズが出ているんですけど、じゃあまず結城ユナは勇者であるから説明していきたいと思います。こちらはですね、まあ、一言で言うと、うつアニメです。窓マギと同じようなうつアニメでございまして、まあ、最初はね、日常系っていう風な感じなんですけど、もうどんどんうつアニメになっていくんだなっていう風に、これはね、本当に泣きました。アニメ最初見てから入ったんですけど、本当に泣いてしまって、本当に感動します。なので、本当に漫画もアニメもどっちも見てください。で、これを見て、読んで、つながってくるのがこちらです。鷲尾澄は勇者である。こちらがですね、この結城ユナは勇者であるにつながってきます。これが、小説。こんな感じ。ライトノベル型になってて、これが、漫画でございます。こういうふうに2つあるんですけど、鷲尾澄っていう子が、これは主になってるんですけど、鷲尾澄っていう子がですね、こっちにも出てきます。名前が変わって出てくるので、まあそこら辺もよく注目してみてください。まあこれは本当に分かれば分かるほど、あ、こういうことだったのかみたいな、そんな感じですごい納得できる作品になってるので、ぜひ読んでみてください。はい、こんな感じでございます。では次、こちらでございます。はい、ひもとうまるちゃん、こちら、テレビアニメですごい人気になっていた作品だと思うんですけど、こちらはですね、まあ、ひもとっていうことで、なんて言うんだろう、外ではすごい完璧美少女、家とかで帰ると、本当に、なんだろう、ぐーたらしてて、食べては寝て、ゲームして、アニメ見て、ネットサーフィンみたいな、そんな感じでございます。なので、外と中の、性格が全く別なんですね。なので、こちらも見てて、なんだろう、幸せになる。夏とかに見るとすごい涼しくなるなっていう感じで、本当に癒されます、このアニメは。もうアニメ入ってから漫画読んだんですけど、やっぱり漫画も素晴らしい、本当に。まあ、アニメに出てこなかったそういうストーリーもいっぱい出てくるので、本当におすすめでございます。これは何だろう、兄弟の漫画では兄弟のことがよく詳しく書かれていて、アニメでは、放送されなかった兄弟の謎というのが、生まれてきます。なので、ぜひ読んでみてください。すごい、うまるちゃんがすごい可愛くて、本当に、これは本当にハマってしまう作品だと思います。はい、では続いて。こちらでございます。はい、学校暮らしということで、こちらも一言で言えば、うつアニメと言われているジャンルの中の作品でございます。これはですね、言っちゃっていいのかな？まあ、いいか。最初は学校のね、学園もので、日常系でどんどんなんか癒されていく、そういうアニメになっていくのかなと思ったんですけど、全然違くてね、本当に見た時にこの衝撃、もう最終回とか最後らへん見ていく時のその絶望感出れないですよね。本当にもうすごい泣いちゃったところがあって、多分皆さんも読んでみれば本当にわかると思うんですけど、これは本当に泣けます。自分本当にマジで泣いたんで、これもアニメ化されてるんですけど、アニメもぜひ見てください。これはね、見なきゃ損ですよ。はい、まあそんな内容となっております。では続いてこちらです。はい、俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる、俺修羅でございます。こちらはですね、この子、男の子木戸瑛太くんという子がですね、春咲千和という子、この子がこの子の幼なじみなんですよ。でまあ、これもまたニセ恋と同じでフェイクで偽物の彼女が、できるんですよ。その子がですね、夏川真鈴という子なんですけど、まあ、その子と、まあ、偽でフェイクで付き合うことになったんですね。でそれを見た幼なじみが、まあ、それで、まあ、この子のことが好きなんですよ。なのでちょっと修羅場になるっていう風な、そんな話でございます。はい、こんな感じでございます。これは本当に読んでみてください。で主人公がいっぱい出てきて、これもラブコメになっているので、読んでみてください。修羅場のところが結構面白いです。はい、そんな感じです。では続いてこちらです。リーゼロから始まる異世界生活ということで、こちらはですね、今2016年の春アニメとして今放送されているリゼロなんですけど、こちらは本当に人気なアニメでして、コミックもそこから売れ出したり、ラノベもここから売れ出したりする、本当に人気作品になっているんですけど、ですね、これは本当に何だろう、この男の子、スバルっていう子がですね、まあ、主人公になってくるんですけど、まあ、この子が、なんかコンビニで買い物して出たら、なんか知らないんですけど異世界に行っちゃってちょっと異世界に行っちゃって、でそれでなんだろう、異世界で冒険するみたいな、そんな感じなんですけど、まあ、ここに異世界生活みたいな書いてあるんでね、そういうことなんですけど、まあ、リーゼロから始めるということで、まあ、これが、そのスバルくんが持っている、まあ、能力でもありですね。でここに出てくるエミリアという子と、あとフェルトという子が、まず主になってきます。でここに1章って書いてあるんですけど、これは1章2章3章というふうに今、そこまでなってますね。で今アニメではですね、12話まで終わって、本当は最終回なんですけど、2クールという風になっています。なのでね、2クールでどんな、2クールでは、3章に、今突入してるところなのかな。なのですごい面白くなってくんでね、1章2章3章と全部だね、どんどんね、面白さが増していくこの作品は本当にすごいと思います。なのでぜひ読んでみてください。あとキャラが超絶可愛いのでぜひ読んでみてください。では続いてこちらです、僕は友達が少ない儚いですね、これはですね、まあ、タイトルの通り、まあ、ある、まあ、外見の印象で友達が全くできない男の子がいるんですね。その子がこの子、夜空という子にね、会いまして、そこからまずスクールライフっていうのが始まるわけなんですけど、まあその子と一緒に部活を作り、でその隣人部っていう部活を作りですね、そこにどんどん勧誘してって友達作りをしていこうという風な、アニメでございます。まあ、これはなので、日常系とかストーリー性、あとは関係性などがどんどん分かっていく漫画なので、ぜひ読んでみてください。これもアニメと漫画とラノベ、3つともありますので、どれから見ていっても楽しいと思います。だけど、まあ、漫画とか見ていくとね、まず原作とかそういう風な感じなので、絵の表情とかがすごい分かりやすいと思います。なのでぜひ読んでみてください。はい、では最後ですね、こちらでございます。トリを飾るのはこちら、ソードアートオンラインです。まあ SAO でありますね。こんな感じでいろいろ種類があるんですけど、種類ありすぎてやばいんですけど、こんな感じでよいしょ、いろいろありますよ。本当に SAO はマジで大好きです。はい、こんな感じでね、こんな感じになっております。はい、まずこれはですね、はい、ここから紹介していくと、アインクラット、フィリアダンス、ファントムバレット、キャリバー編、マザーズ・ロザリオ、これがプログレッシブとなっています。これはですね、まあ、シリーズごとに全部分かれているんですけど、まあ、SAO は、本当にアニメ界でも、すごい、本当に人気な作品となっております。これはですね、まあ、ゲームの中でのゲームオーバーが本当の死を意味するデスゲームということになっております。まあ、簡単に説明してしまうと、そのゲームに入るんですよ。これ VRMMORPG っていう風な、まあ、ゲームがあるんですけど、そこに、入ってですね、まあ、いろんなモンスターと戦っていくんですけど、まあ、ある時、まあ、システムが変わりまして、ゲーム内で本当に死んでしまうと、現実世界の自分も死んでしまうという風な、そんな感じになってしまうんですね。なので、それをね、回避するために、まず、ゲームをクリアしていこうという風のが、この、アインクラット編でございます。で、フィリアダンス編っていうのが、まあ、主に、ここにいる子を助けるために、フィリアダンス、ALO、アルブヘイムオンラインというところに、入ってですね、その子を助けるという風な物語でございます。で、ファントムバレットっていうのが、銃の世界です。GGO って言って、ガンゲールオンラインというとゲームに入って、いろんな問題を解決していくという感じでございます。で、このキャリバー編っていうのがですね、エクスキャリバーっていう、剣があるんですけど、その剣を、巡り求めて、それを手にするために、冒険していくという感じでございます。で、マザーズ・ロザリオっていうのが、この子、勇気という子がですね、まあ、いるんですけど、この子がちょっと体が弱くてですね、本当に、死んでしまう寸前という時にですね、まあ、その子を学校に連れてったり、まあ、いろいろなね、思い出作りじゃなくてなんだろう、まあ、その勇気っていう子は本当に叶えたい夢があるんですよ。その夢がどんな感じなのかなっていう風な、そんな感じが描かれています。で、プログレッシブはこちらはですね、まあなんだろう。まあ本編とは違うとは言えないんですけど、まあこれの、なんだろう、オルタナティブでもないんですけど、まあ、詳しく書かれているよみたいな、そんな感じですね。ちょっと、なんて言い合わせればいいかはちょっとわからないんですけど、まあこんな感じになっております。まあこれはいろんな種類がありまして、なんで読む順番は、これ、1、2、3、4、5という感じで、順番でこういう風に読んでいただければ、本当に、話が本当により分かりやすくなると思うので、ぜひこれは本当に大人気、コミック、アニメ、ラノベなので、ぜひ読んでみてください。はい。まあ、こんな感じで、ざっとね、長い時間になってしまったんですけど、漫画の紹介をしていきました。まあね、この紹介で、ぜひ読んでみたいなとか気になったね、漫画があれば、すごく光栄でございます。あとですね、皆さんが、もしもおすすめしている漫画、それと、まあ、これ面白いですよとか、そういう風な、漫画をですね、ぜひ、教えてください。なので、それを、なんだろう、コメント欄やツイッターなどで書き込んでもらって、で、それで教えていただければ本当に嬉しいです。はい、じゃあ、長い時間、23分以上になってしまって本当にすいませんでした。長い時間ご視聴ありがとうございました。何か質問、リクエスト、コメントがありましたら、ツイッターやコメント欄までお願いします。長い時間ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。